サングエサ、またはサンゴサは、スペインナバーラ州のムニシピオ。公式名はスペイン語とバスク語の名称を、スラッシュで区切って併記した、サングエイサ、ザンゴザ。ナバーラ王国時代、国内に5つあった、メリンダの一つの首都となっていた。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の途上にある。フランスから、ピレネー山脈のソンポール峠を越え、墓を経て、サングエサに到達する。 さらに精神すると、フランスからロンスボー峠を越えて、スペインに入ったルートトップエンテラレーナで合流する。2009年の調査による人口は5078人で、あり、男性が2680人、女性が2574人だった。人口順では、ナバーラ州で21番目であり、人口密度は74.64平方キロメートルだった。 19歳以下が20.46%、20歳から39歳が26.85%、40歳から59歳が27.7%、60歳以上が24.99%だった。サントマリアラレアル協会の南側のポルタ、湯に残る彫刻サングエサの行政は、4年ごとに行われる市議会議員選挙で当選した、市議会議員を介して行われる。 選挙権は18歳以上の住民すべてに与えられる。スペインでは自治体の人口に応じて議員定数が定められており、サングエサの議員定数は13である。議会はサングエサのマヨール通りに所在している。2011年の地方選挙ではサングエサ進歩主義者連合が40.36%の得票で6議席を獲得し、 サンセバスティアン独立連合が30.34%の得票で5議席を獲得した。さらに2つの政党、ビルドとナバーラ社会党が1議席を獲得している。ありがとうございます。